気に入っていただけましたか？おばーい！どうした？くたばれ！ノルゴ変身しちゃう！今のうちに逃げて！さ、早く！だから違うって！その子は迷子！ごめんね。二つにパックリ割れたかも。え、やばって元から二つじゃん。もう、わかった。わかりました。早く、私友達との約束があるの。もうわかったよ。リードか！ああ、ちょっと君、何やってんの？お兄ちゃん、私が大きくなったらお兄ちゃんのお嫁さんになるね。うん、わかったよ。やったー、約束だよ。お兄ちゃん、また私大きくなったよ。わー、朝はやっぱり牛乳だよね。バナナと牛乳って合うよね。ほら、ティッシュ。お兄ちゃん、鼻血拭いて。お兄ちゃんに私の初めてあげる。いきなり何言ってんだ。初めて作ったケーキどう？おいしい。計画通り。一度冷たい態度をとって次の日いつも通りに接すればお兄さんは落ちるはず、多分って言ってたから、これでお兄ちゃんは私を好きになってくれる、断言。その後うまくいくと思ってたけど。おかえり、お兄ちゃん。なんか知らないけど避けられてる。やっぱり私に突っ込んでくれる優しいお兄ちゃんがいい。お兄ちゃん、うわ、書きかけたのに。冷たい態度取ってごめんなさい。待て、今抱きつかれたら理性が。ありがとうございました。おっと、早速女性客だ。いらっしゃいませ。会員カードをお預かりします。ありがとうございました。ごゆっくりどうぞ。どこかで見たような気がするんだけど。おかしいな。お客様。大丈夫ですか？人気アイドルの三月大人じゃないか。何よ、私の顔に絶対私のこと他の人に言わないでよね。はい、それはもう。シャワーあればいいね。すぐ使えるようにして。はい、ただいま。装備完了だよ。この装備、悪魔さんの羽がついてるんだね。小悪魔のようでキュートだ。うん、本当ずっと見ていたい。いつまでも、コーチ君、いつまでも僕をしもべにしてください。今までそのおみ足に踏まえて蹴られなかった。どうぞ僕を痛めてください。時間がないんです。ハリアップ。待って、落ち着いて。早く。大丈夫か？魅了されて我を忘れていたんだ。すまん。魅了は殴って直すのが楽しいじゃなかった。手っ取り早いんだ。飛んだ効果の防具もあるもんですね。大体のエロ装備は強い魔力を宿しているからな。魔力がない人間は防具の特殊効果にやられやすいんだ。
僕魔力なんて全然ないので、またさっきみたいなことになったら。そんな時におすすめな装備がある。状態以上に強くなる装備だ。これをつけるといい。チェンジ！そうか。じゃあこっちはどうだ。さっきのよりは効果は薄くなってしまうが。お、これなら大丈夫です。ありがとうございます。カーツくん。あ、はい。大丈夫？私にできることがあったら何でも言ってね。いい洗濯日和だ。今日も暑くなりそうだな。おはようございます。この人はメイさん、スポーツインストラクターの仕事をしている。いや、女神様か。お、どう？少しは慣れてきた？サトシくん。はい、それなりに。今度引っ越し祝いしようね。行ってきます。いってらっしゃいまーす。ペラッ！おい、虫けら。邪魔だ。この人がサキさん、警備員の仕事をしている。てんだぁ。何も見てません。今後変な真似しやがったらどうなるか分かってんだろうな、虫けら。いってらっしゃいませ。行動パターンを把握して対策を立てなくては。そこでお前の出番だ。うん、そのカメラであの女を盗撮、偵察してこい。なんかおかしいと思ってたけど、やっぱりいるんだ女のロリコン。おはようございます、お嬢様。それから、おトイレの後はもうちょっとだけ丁寧に拭いた方がいいかもしれないですよ。もみ洗いしたので、ではまた後ほど。ダメだ、私がこの家を守らなくちゃ。お昼ご飯できたんですけど。いらない。すっごく美味しくできたんですけど。しつこいな、いらないって言ってるじゃん。カレーだ。柔らかく煮込んだ豚さんが待ってますよ。豚！そこに置いておいて。そんなこと言わないで。うわ！お嬢様のカレーで汚れた口元が見たかった。変態！よし！かかりましたね。お、ここですよ。離れろ！おはようございます、ご主人様。おはよう。その格好は気に入っていただけましたか？おばーい！ご主人様。ブズ？やっと目が覚めたのね。本当にクズでのろまなご主人様。え、なんだよその格好は。メイドよ。少年だけじゃなく、目も腐ったのかしら？おい、何をする気だ。腐った両目をえぐるのよ。やはそろそろ説明してほしいんだが。おば様に頼まれたのよ。一匹では何もできないクズ虫の面倒をね。これは虫かよ。もったいないな、毒舌さえなければ美人でいられるのに。何すんじゃ。
朝から油切った欲望を口にしたばっ降り注ぐ星の光